竹富町は年間およそ100万人の観光客が訪れていて、増え続けるゴミの処理やインフラ整備に充てる財源の確保が課題となっています。このため、竹富町は訪問税の導入を検討していて、今年初めには有識者などで作る委員会から、一人当たり2000円の徴収が妥当との答申を受けています。しかし、その後、住民説明会で高すぎるとの意見が相次いだことから、 前泊町長の判断で1000円に減額して条例案をまとめました沖縄本島在住の竹富町出身者で構成する7つの共有会の代表を務める内間康隆会長はおととい、前泊町長と面談し島に住む親の介護や伝統行事への参加で頻繁に里帰りする会員も多いため経済的負担が大きいとして減免を要望しました ふるさとを離れている方々が、やっぱりそれなりに帰ってきて、伝統芸能、芸能の継承するっていうこともです、ね、必要不可欠だと思っているということは、町長の口からもあの頂戴しましたので、何かしらのまあ検討はしていただけるものではないかというふうに、あのそれ意は期待をしておりますこれに対し、前泊町長は、共有会の皆さんがいなければ、祭りの継続や島の文化の継承はできないと、感謝を述べた上で。 税の公平性の観点から現面は大変厳しいと伝えました前泊町長は徴収した税金を財源として何らかの支援策を検討する考えを示しています竹富町議会への条例案の上提は9月議会以降になる見込みです